ベジータかっこよすぎて感動したにゃが。今まで見てきたベジータで一番かっこよかった。正直半分泣いてた。目が綺麗。ベジータらしくない。全部捨てて強くなったなんて認めんぞ。ベジータはゴッドじゃなくてサイヤ人として進化してほしいわ。スーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人にでえんか。わい、久々にかっこよベジータが見れて感激。青いオーラまとって破壊のエネルギー消滅させるのかっこよすぎ。 M も次時代のベジータの回想も良かった。これまでにベジータがこんなかっこいいシーンあった？ベジータまともな敵倒したの初やろ。ドラゴンボールし上でボロボロになったからまた強くなるのがサイヤ人。久しぶりに良い回だったよな。ウーヘンで悟ったベジータより今みたいに悟空と同じ位置で戦ってる方がかっこいい。キャベ大好きおじさん。ベジータが家族思いなのはわかるけど、異常なキャベ愛はなんやねん。ちょっと絡んだだけのガキのことそこまで思いやると方だの優しいおじさんやんけ。自分と弟とかかロッド以外同じ種族の人間がいない中、別の宇宙の同じ種族に会えたんやし、嬉しくなってもおかしくないやろ。ベジータって超人気キャラなのに今までが不遇すぎたよな。特に劇場版。ビルス超えたんか？ゴッドの時点でビルスが10ならゴッドが6とか言っとったんやから、身勝手とか絶対ビルスより強いだろ。てめえよくもご飯を殺しやがったなと、ママを大切にしろよがむちゃくちゃ好き。昔のベジータが今のベジータ見たらヘド吐きそう。俺ベジータ好きやし嬉しいわ。おめめキラキラベジータの名前なんなん？おめめキラキラベジータ。身勝手の極みとかいうのはベジータも使えるようになったんか？説教だれながら無双するベジータはかっこいいよな。超の主人公はベジータで異論はないようだな。超のベジータって悟空に並んだってことだよな。別系統でブルーの限界超えたってことだろう。ベジータが誰よりも正義の味方しとるやん。フリーザ弱すぎて笑った。フリーザってもともとなんでここまで強キャラなってんのかわからんしな。フリーザって根っからの悪党でクズ野郎で残虐なことしまくる憎いやつだったろ。なんで人気あるんだ？フリーザ、面白くなってきましたね。私は高みの見物とさせてもらいますよ。ばっかりやったのにクソザコで草。ジレンのキャラ変わりすぎないか、アンパンマンみてえなやつだと思ってた。ジレンさんの株がだだ下がりなんだが。ジレンとかいう最強にして魅力が皆無なキャラって珍しい。トッポも脱落して不安になったジレンが急に饒舌になってくさ。ジレン、所詮損のものか、無様だな。これほんまいかんでしょ。ジレンは仲間を大切に思ってるやつだと思ってた。力の大会残り何人？ジレンの食うベジータ17。フリーザ、フリーザまだ脱落してないだろう。絶対最後何かやってくるわ。17号は悟り飯とポジション変われ。俺はご飯に頑張ってほしいのに。ご飯はもう打ち止めなん？17号かっこええし好きやけど、いい加減ご利用しくどいよな。 Y の中で来てるのは17号やな。スマートでかっこええは来週も活躍するみたいやし。ご飯が脱落して17号残ってるのがありえないよな。さすがにご飯残せよ。むしろベジータかませからのご飯覚醒でトッポ倒してほしかった。7号原作では弱い部類のキャラなのに超の謎インフレについてきてて笑えるんだけど、どこで修行してんだよ。ご飯メイン回2つもやったり、リーダー設定にされたり、前のエンディングで悟空と並んで目立ってたのにあの扱いはない。アルティメット設定に足引っ張られすぎやな。ご飯ただでさえ単発で地味なのに。最後は悟空ベジータフリーザでカメハメハやろな。フリーザ最後の方出てこなかったの臭いよな。悟空とフリーザの一騎打ちで終わりかな。超の最終回で悟空がいたから楽しかった。超えることができたら円盤全部買ったるわ。願い叶えようと暴れるフリーザを悟空がボコって宇宙消さないでクレメンスで終わる未来しか見えない。第一宇宙と十二宇宙残して終わるんか？視聴率も良さそうだし続編あるんちゃう？最終回ビルスと戦うと思ってたのにな。残りの話数的に無理だよな。最後まで残るのはフリーザな。元気玉もありやった。史上外の誰かから気もらうんでしょう。適当。後放送回って7回か。黒幕の大神官まで倒せんのか？ドラゴンボール長は悟空とベジータのダブル主人公やな。